日本埼玉県川越市、渋井渋井は、埼玉県川越市の大技。旧入間郡、渋井村。郵便番号は350の0013。川越市の東南部に位置し、西部を市上、北部を区下戸、東部を富士見市東大久保、東南部を富士見の市福岡、新河岸川をまたいだ南部を富士見の市福岡神殿、中福岡、中丸、滝と接している。 南辺を新化岸側が、東側を新化岸側放水路が流れている。南側の境界線は一部、川をまたいで交作している。地内は新加岸側に沿った低地にあたり、農地、住宅地及び、物流倉庫として利用されている。住宅地は、富士見川越え道路開通前はほとんど県道沿いにあり、他は、水田地帯だった。東西に、埼玉県道56号埼玉。 富士見の所沢線が南北に富士見川越道路が整備され渋井交差点で平面交差している。西武バスの路線のある東武東上線上福岡駅、または大宮駅、あるいは自家用車などで川越線南古屋駅を利用することが可能である。障子に上するが龍坪、川久保がある。古くは三好屋郷、古小屋省に属した。 かつては、伊佐沼の水を引いて、用水としわずかな水田と多くの畑に利用していた。鎌倉から欧州に至る古い街道があり、これは、江戸時代以降も残り現在の埼玉県道56号、埼玉富士見の所沢線の元になっている。江戸初期に、川越藩主、松平信綱が入国の後、その後領所となったが、5、6年後には、川越城付の村になった。 この時代の称名として、街道丹、鶴ヶ園、のみ、田、江川ただし、谷田、ヒル沼、柳家、坪が挙げられる。また荒川沿いに枝里と呼ばれる飛び地があり、茅沼を持ち、民家2軒があったという。この飛び地は、川越市に合併後の1967年11月1日、大和久重げの一部と合わせて、大ヤ茅沼となった。 明治時代に入って1889年4月1日の町村政志向に伴い、入間郡小市場村連合湖長役幕一揆にあった渋井村は同区域にあった小市場村及び並木村連合湖長役幕一揆にあった牛小村、今泉村、南田島村、江戸村、並木村、木の目村と合併し南古屋村の大技の一つとなった。 1876年の人口は414人。1955年4月1日、南古屋村は公海村、名細村、霞ヶ関村、山田村、古屋村、大東村、福原村と共に川越市に編入され、渋井は川越市の大技の一つとなった。1977年に着工された、富士見川越有料道路は1981年に、 供用開始され、2009年には料金徴収期間を終了し無料開放された。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。渋井交差点近景鉄道は地内を通っていない。最寄り駅は JR 東日本川越え線、南古谷駅になる。 小江戸初狩り温泉、ありがとうございます。